はい、ということで女優上演賞はシン・ゴジラに出演された市川美香子様です。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、それではトロフィーを受賞して早速ですね、喜びの声を頂戴をしたいと存じます。じゃあ市川さん、お願いします。はじめまして、市川美香子と申します。この度はどうもありがとうございます。今回の「シン・ゴジラ」という作品が公開されてからしばらくして、近しい人からもなんですけど、時々道行く方々から、あとは行く現場の映画のスタッフの方から「シン・ゴジラ見ました、とっても面白かったです」という声をたくさんかけていただきました。その時の皆さんの表情が、なんていうか、子供のようにワクワクした顔で言ってきてくださって、ああ、自分が参加した作品に対してこんなふうに投げ返してきてくれる、こんな温かいキャッチボールってあるんだなって、とても嬉しい経験をすることができました。それだけでも嬉しかったんですけど、このような素敵な賞までいただくことができました。この場をお借りして総監督の庵野さん、樋口監督、あとゴジラさんあとは本当にエンドロールにたくさんの方のお名前がありました。スタッフの皆様、共演者の皆様、あと今私は映画の現場に入ってるんですけど、あ、本当に映画の現場が好きだなと感じております。私をこの映画の世界に一番最初に手を引っ張ってくださった方々に感謝の気持ちを申し上げたいです。本当にどうもありがとうございました。いや、本当におめでとうございます。緊張してますか？そんな風に見えませんでしたよ。でもなんか映画の中でのこのセリフの言い回しとかですね、はい、あ、理科系女子っていう感じがしましたけども、理系女って感じがしましたけど、はい、あの辺のこうセリフ回しなんかは指示があったんですか？それともこう市川さんの。あ、一番最初の本読みの時に監督からテキパキ話してください、あと早口でっていうことを言われましたね。普段はそんなに早口じゃないですよね。すごいゆっくりなんです。じゃあ大変だったんじゃないですか、あれ。はい、もう休館長のようにずっと道歩きながら、家にいる時も繰り返してました。あ、ね、あれこう現場では NG とか出なかったんですか？出ましたかしらもうそういうことは忘れちゃうタイプ。はいねえ、だけどまあ本当シン・ゴジラもね、大変なこの広がりを見せましたけど、これ圧倒的支持を受けたのはどういうことだと思われますかね？作品がですか？作品が、やっぱりゴジラが美しかったこととあとは、まあ、現実対虚構っていうことですけど、はい、こう今の日本、まあ、東京で住む方々がこう日常レベルで感じているようなことが描かれていたんじゃないかなと私は思っています。まあ、僕も3.11 の時は仙台でこうまさに体験したんですよ。うん、はい、だからまああれを見ながら、本当にこの 3.11 以降のですね、首都圏で何か起きたらばっていうようなこのまあシミュレーションというようなイメージにもなりましたね。はい、そう、私も初めて台本読んだ時に、こう自分が3.11 の時にこうテレビを見て。会見ずっとテレビでされてましたよね、はい、見ていたので、あ、あのテレビの画面の裏側って本当にこうだったんじゃないかなっていうことをすごい感じたんですよね。セリフの中で「この部屋臭いです」っていうのがありましたけど、はい、あれ本当臭かったですか？はい、いい匂いでした。あ、そうです。そうです。そうです。でも映画の現場が好き。映画の現場好きですね。朝早かったり夜遅くてももう平気ですか？はい、平気です。早いのは苦手。早いの苦手です。そうですね。はい、昼から夜に向かってのがいいですね。はい。はい。いや、これからますます、もうモデル業はおやりにならないんですか？あ、でも。時々声をかけていただいたときに。はい、ね、じゃあ、こう両方で。はい。これからますます。はい、次はどういう役をやってみたいですか？どういうのがいいですかね。うん、でも、ちょっと変わって。ましたもんね。確かにそれはだから市川さん見たいってで2個も3回も通った人もいるぐらいで、やっぱこう映画を見に「シン・ゴジラ」を見に市川さんが見たいってセリフ回しを見たいとかっていう人いたんですよ。ありがとうございます。やっぱり一番インパクトありましたよね。ゴジラの次にインパクトがあったかもしれません。本当におめでとうございました。ありがとうございます。おめでとうございました。市川美香子様でした。どうぞ今一度盛大な拍手でお送りください。ありがとうございます。ぐるぐる回ってますね。どうぞご講談ください。ありがとうございました。はい、おめでとうございました。